長、にしてもこんな安直な誘いに乗っかってくるなんて、これどうなんでしょうね。それが狙いだ。嘘っぽければ嘘っぽい方がいい。嘘っぽいにしたってこんなに簡単に引っかかるもんですかね。それでいいんです。俺より先だってどうしてあんな手口に引っかかるんだろうと思うでしょ。普通はあんなのに騙されないと誰もが思いますが、今でも被害は後を絶ちません。まあ確かにね。コンビニ強盗もそうです。あんな監視カメラに囲まれ、レジにはせいぜいあって数万円程度です。社長、コンビニのレジはですね、ある程度貯まれば別の保管庫に移すそうでございます。詳しくありがとうございます。警察24時で見ました、私この前。それでも追い込まれた輩はその場しのぎでコンビニに向かう。まるで害虫が明かりに吸い込まれるようにコンビニの光に吸い寄せられる。飛んで火にいる夏の虫っていうやつですか。で、彼らがその夏の虫、間抜けな連中ってことですか。あ、ちょっと言い過ぎました。バカです。しかもかなりのバカと思っていい。かなりのバカ。若かったり老人であるならばまだしも、彼らはいい年齢です。おっさんです。我々もおっさんです。物事の分別がついて当たり前、それなのにこんな手口に引っかかるというのは相当なバカと考えられます。見てみろ。見てます。バカっていうのは戦隊ものではメインの色です。そうですよ。それが何か分かってませんよね。赤はメインでリーダーで主役が着る色です。そうです。なのに分かってないじゃないですか。何が言いたいのかな。ほら、分かってない。分からないのはあなたが何を言いたいのかですよ。ですから赤はメインでリーダーで主役が着る色です。私がそう言いました。だから違うでしょ。違う。分かってない。分かってますよ。赤はメインの色です。そうじゃなくて。そうじゃない。赤はメインでリーダーで主役が着る色でしょ。それはいいんです。違うのはそこじゃないでしょう。はあ。じゃあメインで主役じゃないとしても、ガンダムの赤い彗星シャア、知ってますよね。知ってますよ。シャアと聞いて思い浮かぶ色は赤い彗星って言ったじゃないですか。ということは赤ですよね。赤ですよ。シャアは主役じゃないのに、ガンダムでは主役以上の人気を誇ってました。それはどうしてですか。ジオン共和国の創始者ジオンゼム大君の息子として、宇宙世紀0059のオーベンバーキャトルレム大君として生まれるが、そもそもメカケの子として生まれた。ちょっと待って。詳しいですね。それなりの知識は備えています。でも私が伺っているのは生い立ちからじゃなくて、そういう細かいことどうでもよくて、シャアはなんで人気なのか、一言で言うとかっこいいから。カラン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 、正解出ました。カランカラン、ゴーンゴーン、おめでとうございます。いつもより多く回しております。ダクシュー、やった。大丈夫ですか。かっこいいんですよ。戦隊ものの主役もシャアもかっこいいんです。つまり赤はかっこいい。カラン、赤イコールかっこいいなんです。はい、分かっていただけましたか。分かりました。じゃあ何をやってる。いや、どうぞって手を出されたから。くださいだ。それをよこせだ。どうして。それをずっと説明してきたんですけど。分かりません。やっぱり何も分かってない。いやいやいや、肝心のことは分かってますよ。赤はメインでリーダーで主役が着る色、主役じゃなくともシャアを例題として赤はかっこいい。だからあなたそれに当てはまらないから。当てはまらない。赤にふさわしくない。赤を着る資格がない。そうです。どうして。あなたはかっこ悪いからです。北斗製作所から連絡がありました。ミッションが始まったとのことです。下請けの分際でめんどくさいですね。いや、ですが彼らの技術は確かです。たかだか町工場でしょ。しかし我が社はそういう下請け業者に支えられております。何、そんな下請けがないとうちは成り立たないとでも言いたいわけですか。それが現実かと。まあ確かに対外的には下請け様あってのとは言ってはいますが、下請けなんかはね、いくらでも替えが利くんです。ダメなら切りゃ。しかし反論ですか。
私の言ったことを理解してないんですか。君は下請けは下請けでしかない。君も私に逆らえば切ります。忘れないように。失礼しました。ええー、失礼でしたね。で、時間の無駄にはならないんでしょうね。はい、今回のミッションは今までの概念を覆す画期的なものだと思います。まさにコロンブスの様と。